校内で稚魚を育てているメスのキフォーティラピアフロントーサマウスブルーダーとは一定期間親が子を自らの口の中で育てる種類の生物のこと。またそのような形態をマウスブルーディングまたは校内保育と呼ぶ。両生類ではダーウィンガエルが代表的なマウスブルーダーとして知られる。魚類では淡水魚、海水魚問わず様々な種類の魚がそれぞれ異なる。 進化の過程で、校内保育を行うようになり、その保育形態もいくつかのパターンに分かれる。一般に、魚類や両生類では、小さく無防備な卵、小治魚の時期に、他の動物に捕食されやすいため、新魚にまで成長できる個体数は限られる。ある程度以上の数の子孫を残すための繁殖戦略としては、できるだけ多くの無数の卵を産み散らかす方法や、 比較的少数の卵を産んで、それを親が守ったり世話をする方法等がある。マウスブルーダーは後者の最も発達した例の一つである。口の中に卵があれば、外的に卵を食べられる恐れはなく、死魚になってからも周辺に危険が迫ると、口の中に隠れることで捕食される確率は大幅に下がる。ただし、卵及び子供の送料は、 親の高校内部の大きさで制限される。また、親はその間の歳児が困難になる。拓卵する魚の中には、マウスブルーダーに拓卵することにより自身の卵を守らせ、そして拓卵した魚の治療へさに成長していくものも、いる。タンガニーカ湖に生息するシノドンティスマルチプンクタータス、が、その代表例である。マウスブルーダーには、大きく分けて、などがある。 さらに口を使って、稚魚を育てる親は、などがいる。卵と誤信して、エックスポットに口を近づける、エルカーリアスのメスマラウィコさんのシクリットの繁殖行動は特徴的である。メスは産卵後、敵に狙われないよう、直ちに卵を加える。一方、ペアとなったオスは、メスの眼前に、自らの尻ひれを突き出す。この尻ひれには、 エックスポットと呼ばれる卵と同じような外見の反転があり、メスはこれも卵と思い口に加えようとする。この時、オスは縫製し、受精が行われる。オスとメスはこの一連の行動をお互いがお互いを追いかけるように回転しながら行う。この行動はペアさえ形成されれば、水槽内でも容易に観察可能である。ありがとうございます。